ここはですね、品質管理、工程管理、安全管理、あるいはまあ電気型管理でいいんですけども、自由に選びますから、自分でだから好きな練習をしていって、でそれをそのまま書いてくればいいということですから、どう書くかということをしっかりこう見つめていただければですね、事前に準備ができると。これは他の施工管理と違ってですね、舗装施工管理、事前に準備ができるというところがこれポイントということになりますね。ですからこれ自分で練習さえすれば必ずここの記述はできると、こういうことになるわけなんですね。じゃあちょっと見てみましょう。でまず一番最初に品質管理ですね。で応用試験ですね、まず品質管理の記入例ということで、あなたが経験した舗装工事のうちから一つだけ選んでね、次の1から4に答えてほしいということですね。でそうしますとね、まずこれ一番最初に工事名ね、工事名はこれは自分のやった使用書にあるその工事の契約書に書いてある工事の場所を書けばいいと、ね、でこれは補修なんかの点々とする場合がありますね。だからそういう時は一番最初の番地を示してもらえばいいということですね。ということはその他という感じになる。で工事名そのものは何とか補修工事とか改修工事とか新築工事だとか新設工事だとかとこういう名前になりますので、工事名はとにかく書いていただくと。そしてこれは発注者ということで、この場合は徳島県の土木課であるとかね、課長さんとかあるいは局長とかそれは言いませんよ。これだから行政の団体名でいいですので、こういうことを書いてある。個人の名前はいりません、ね、県知事誰とかそんなこといりませんのでね。それからこれはですね、工期は月単位で書いてもらって結構です。で、ここは古くてもですね、経験記事ですからね、あまり気にしないで、新しくてもよくても古くてもよくても経験ですから、経験書きますので、そのまま書いていただければよろしいとね。ということで、この場合は1月から3月ということで、でこの主な講習ね、これ主な講習というのは皆さんがこれから書こうとしようとしているその講習だな。例えば路床工なのか路盤工なのか、それから基礎なのか表層工なのか、あるいは排水工なのかね、あるいはもっとそれは盛り土なのか、そういう道路に関わる、道路舗装に関わるその講習を交代、ここの場合今路床の排水工とそれから路盤の改良工と、この2つを取り、自分が主なものであったとね。そして、施工例としてはですね、ここの排水口ですから、安京港の施工延長2600m、施工量、土量としてはですね、8000リューベありましたよと。3番はね、これはあなたの立場ですから、管理上の立場ね、例えばこれは運転手だとか、作業員とか、これはダメなんですけども、工事を管理する立場は書いてある、ね、現場監督だとか、工事主任だとか、そういうことの名前を書いていただければいいと。ね、でいよいよさ論文の中の4番に入ってくるんですけども、舗装工事にあたっての技術的な課題を200字ね、それからその現場で実際に行ったことこれを300字、それから得られた結果100字と、こういうふうにね、また課題と、ね、実施したことと、それから結果、この3つを書くと、ね、だからここで200、300、100、これを書くと、でマス目が与えられてましたので、舗装の場合はね。それに従って書く。だから自分がこれから書こうとする管理項目、今の場合は出来型、品質管理を書こうという場合はここにチェック、これチェック忘れたら採点されませんから気をつけて、必ずこうチェックを入れてくださいね。チェックを入れてこれについて書くよということだな。だから例えば品質だから、締め固めどもはどうだというふうに最終的に出てくると、こういうわけですね。これが20字かけの10行あるんですよね、10行ある。でその中に何を書かなきゃいけないかというとね、この課題のところで書くべきものは何かというと、工事の概要、目的だとか、あなたがやろうとしている工事の目的は何ですかということとか、工事の概要ですね、こんなような工事なんですよという概要をここに書きましょうと、こういうわけですね。そしてこれを書いた後、課題を示そうということで、課題をいきなり示すんじゃなくて、必ずその工事の目的とか工事の概要を示した上で、で課題は何ですか。今品質管理だからね、路床工の排水工の品質を確保するのか、路盤工の品質を確保するのか、どっちかですね。だからこの課題って決まってるんで、品質ってここに書きましたから、品質的では。だからこれは課題って何かというと、上に書いた主な工種の、要するに路盤工の例えば品質を確保することが課題であったと、こうくるわけ。ここ決まってるんだからね、もうここに入れたところで主な講師を書いて、ここに品質できた場合も自動的に課題は決まってしまうと、ね、例えば路盤工であれば路盤工の品質確保について書くということになるわけ。ちょっと読んでみましょうか、ね、例えば山形地区は地形的に地盤が低く
地下水位が非常に高いためロバのですね軟弱が予想される地区であると、ね、で当地区の舗装面に多数のクラックひび割れが入ってた、ね、で調査の結果路昇降における排水施設として、路盤を改良することが、まあ、必要であったということだな。だからこの路昇はですね水をとにかく抜かなきゃいけないですね。でそれともう一個同時に、軟弱になっているので路盤を改良しなきゃいけない、まあ、こういうことがその課題でしたよと、ね、ということで地形的に低いところだったので、ね地盤が軟弱に要するに路昇が軟弱になったために上もひびが入ったと。だから下から直さなきゃいけない。だから排水溝を作ってその上に、路盤を改良して作ることが必要であったと。こういう概要述べの工事の概要のなぜこの工事が出てきたかという概要述べて、でいよいよ本工事は路昇横断勾配として深さ30センチ幅40センチの総延長2600メートルとして、路盤としてのその仮想のですね、それから15センチを、流状路盤工法で施工し、その上にですね、路昇路盤としてセメント安定処理工をするもの。だから路昇としてはですね、あの路昇の排水溝としては深さ30センチ、幅40センチ、総延長2600メートルの排水溝を設けて、それで路盤工としてはですね、流状路盤を設けて、その上に、セメント安定処理路盤を施工するものです、ね。ここ施工所、ね、施工にあたりと書いてみる。あたりとかで施工にあたり、何かというと路盤の品質を確保することに留意した、ね、ということで課題だから課題はやっぱりね路盤じゃなかったでしょ。これは、ね、どことつながるかというと主な工種とつながる。主な工種書きましたよね路盤って。だから路盤のだから品質を確保する。ここに路床と書いたら路床の品質を確保する。表層だったら表層の品質を確保することが課題だ、まあ、こういうことね。まあ、出来方の場合は例えば路盤の出来方についての注意と。出来方と寸法だから幅とか厚さとかね、こっちが品質といったら締め固めとのことだからな。それを区別つけて出来方といったら寸法のこと、幅とか厚さのこと、品質といったら締め固めとのことというふうに理解してみましょうね。それから、はい、じゃあ次行きましょう。具体的にですね、これで工事の概要とそれから課題ができたん で課題を解決するためのいわゆるですね、実地したことを示して、はい、じゃあ実地したことを示していきましょう。はい、それではですね、今度は前日の課題に対して現場で何をしましたかと、こういうことだな、こういうことです。そしたらですね、路盤のですね品質を確保するために、だって課題が路盤の品質を確保と同じことなんだから、確保するために施工時次の処置をしましたということで、300字あるうちの40文字はもう大体こういうことをしましたというその要するに見出しだね。これ見出し、見出しでも捉えちゃうね。だから残ってるのはね、これほら15行しかないので、残り2行取られたからもう13行しかない。だから13行のうちの大体に2つぐらい項目分けた方がいいの。何と何とした。この場合だったら仮想路盤と上層路盤と2つに分けちゃうんです、仕事をね。だからこっち側で大体8行で大体、仮想路盤を書いたら、上層路盤の方は7行で書くとかって、一応概算をこう立てておくといいわけ。そしたら最初からね13行全部書かなきゃと思うともう肩苦しくて書けなくなる。だからあ8行書けばいいんだとか7行書けばいいんだというふうに決めれば割合楽に書けるんだ。だからまず一つ目はだから仮想路盤について書こうじゃないかとな。でもう一つ二つ目は上層路盤について書こうじゃないかと、これで2つ分けちゃう。そしたら書く量はもう大体限られちゃうね。でまずこっち書いて余った方こっち書けばいいと、こうなるわけだね。じゃあちょっと仮想路盤見ていこうな。仮想路盤の施工について、要するに実施したことだからな、仮想路盤について何を行ったんですかっていうことだな。で路昇の横断勾配の排水路および側溝の完成を待って、要するに路昇の完成を待って、で地下水が上昇しないことを確認したと。まずね地下水上がってこないってことを確認した。要するにドライの状態になったっていうことだな。それが仮想路盤材料として修正 CBR30% 以上のクラッシャーランを鉄鋼スラグを用いて仮想路盤への浸透水による軟化を防止した。だから軟化を防止するためにはセメント安定処理するか、このクラッシャーランの鉄鋼スラグを用いる。これこの関係をちゃんと理解してもらうんだよ。だから軟化を防止する、要するに、防止するで水が地下水が高いんだから、それを防止するにはセメント安定処理か、このクラッシャーランの鉄鋼スラグ、これを用いたらですね、このセメントとほとんど同じですから水が止まるわけですね。そういうような関係はやっぱり理解して、ここが技術的と、実施したことの技術的なところ問われるのは軟化を防止するので、こういう材料を使って軟化を防止し耐久性を向上させたと。
で実際どういうことを行ったかというと、転圧についてはこういう10年12トンのマカダムローラーと8が20トンのタイヤローラーで十分に締め固めを行ったと、まあ、こういうようなことを書いておけばいいと。ポイントはだからここでは軟化を防止するためにクラッシャーラーの鉄鋼スラグを用いたというようなことを書くか、セメント安定処理によって軟化を防止したとか、そういうことによって品質管理の施工について意味合いが理解できる、こういうことだな。で今度上層ラバーの施工について、ね、こっちで、これについてはクラッシャーラーにセメントを添加する量を乾燥収縮が小さくなる 13% 混合して、でリフレクションクラックだな、要するに、こういうつなぎ目の間で舗装がくと亀裂入ることをリフレクションクラック、あまりセメント量が多いとリフレクションクラックが生じるので、要するにつなぎ目に沿って割れるひび割れのリフレクションクラック、これ生じないさせるためにはセメントの混合量をある程度抑えておかなくちゃいけないということで、まあ、こういう程度の数値になっていくと、ね、っていうようなこのリフレクションクラックを防止することで浸水による耐久性を向上させたと、まあ、こういうふうなことで、これ耐水性とこのセメント混合と、まあ、こういう考え方がまあ一つのことで、じゃ どういうふうにしましたか、施工をどういうふうにしましたかという結果だ今度。で結果はですね、どういうことかというと、上にやったことを書けばいいんだな。でどんなことをやったかというと、まあ、現場の状況から地下水が高かったということだな。それからロバンの浸透水による、まあ、耐久性が求められたので、耐久性の高い材料である、要するにほらね、ここであるようなクラッシャーランの鉄鋼スラグと、それからセメント安定処理だな、を用いたやと。で品質管理なので、これは締め固め度だな、締め固め度だから、施工後の締め固め度は上層路盤も下層路盤もともに 93% 以上の締め固め度がありましたよと、こう書けばいいな。これ品質管理というのは必ず締め、出来型管理だったらこれで幅は何センチ以上でしたよとか、基準高は何センチ以上でしたよとなる、出来型管理だった。品質管理はもう舗装の場合はもう締め固めの一つだ、締め固めと何パーセント以上ね、例えば表層とか基礎なんかだったら 94% ね、それから路盤の場合は 93%、 それから路床の場合は 90% 以上ということをここに書く、必ず品質管理だから、どれかは書かなくて、路床だったら90、路盤だったら93、表層基礎だったら94、これを書いてないと合格しない、これは品質管理の重要なポイントだ、ここ、このポイントな。ということで、締め固めので管理書けば、で合格と、こうなる。それではね、続いて工程管理で見ていこう。で工程管理というのは要するに、時間を守ったということを考える、時間が遅れたらなんとか方法を変えて早くしたと書けばいいでしょ。でその短縮する方法としては、例えば1箇所やってたところを2箇所にやったとかさ、10人でやってたところを15人でやったとかさ、ほっといたってできっこないんだから、なんかそういうことをなんか何から何へ変えて短縮したかと、それ書けばいいんだよな。そういうことだ。ちょっと読んでいこうか。そうするとまずですね、まあ、工事名としては、まあ、こういう問題だな。長野県の県道の大町とこの山沢間の舗装工事の改修工事だったと、ね、最近もほとんど改修工事ですからね。でこれは長野県の土木部だった。でこれはさっき、品質と同じで、この月数を示せばよろしい、まあまあはっきり分かっている場合はこの工期の日数を書いてくれて、これは構いませんね。だから主な工種は表層工とか基礎だ、これ内開口だな、改修工事だから内開口になってます、ね、だからこれはだから切削してのけて新しいものを基礎から作っていくと内開口で、面積はこの施工量書き方は面積だ、面積だったらこれ、ね、数値を書いて単位をつけると。でここは工事主任とか現場監督とか現場代理人だなということはここに書いて、要するに施工管理上の立場をちゃんとここに書けばいい、ね、課長とかそんなのよ、ここでそういうことを書けばよろしいと。で具体的に今の場合は工程管理というのを選ぶの でこれも同じだな、最初 の課題を取るのは、課題を取るのは大体これ200字だな、課題が200字、実地したことが、実地したことは300、それから結果が100だな、だから200、300、100を書くね。ちょっと他の試験と違ってちゃんと方形が決められてるんで、これマスの中に1字ずつ、ね、なんか句読点も1個ずつ入れていくと、こういうわけだな、まあ、こういう順番です。でじゃあここの一番最初のところは工事概要だ、工事の概要とか目的を書いて、そしてこの後ろの方に課題を書くとね、目的だとか、それから概要だとか、概要だとかな、それからここでは課題を書くと、こういうわけだな。
まあ、大枠こういうふうな2つにこう分けてこう書くってな。でそういった前のところ本工事は県道大町三丁目から五丁目にかけて表層基礎の流動に伴う形ぼれを解消するためのこの表層基礎の打ち替え工事であると。まず工事の概要を示す。ね、で福音が、であと数値、福音が8メートルの片側2車線道路で1260メートルを、まあ、打ち替えるものであるといった工事の概要工事だと示します。この工事はこういう工事でしたよとこう。後ろの方は工事のその課題をこう書くんだな。で工程のことだ、ここにちゃんと収支があるんです、ここ印を。ここ収支ついてないとノーマークだと不合格ですよ、これね。結構気をつけてくださいよ。でここにつけて、そしてじゃあ工期は43時、ここ書いたからね、前のとこ43時、これその通り書いて、工期3であり、十分にゆとりを持ってその完了できる予定であったけれども、まあ、途中雨天があって、予想以上にその多くのかかって、4日の工程をですね、短縮をですね、残りの工程からやらなきゃいけなくなったということで、残り480メートルのその舗装区間の工程の区間で行う4日間短縮必要があったと。このため特に打ち替え工の日程短縮をに留意した、あるいは課題としたでもいいし留意したでもいいですね。ということで日程短縮は課題でした。だから工程を選んですから、これ日程短縮を課題で工事の概要を書いて、まあ、これこれの事情で雨があったんで工期遅れたんで工程を日程を短縮する必要がありましたよと。大枠こういうことは理解できるように書ける、これ200字で書かなきゃいけない、ということな。で具体的にじゃあ何をしましたかという次だな、課題が出たんで次は何を実施しましたか、それで300字で書くとね。そうすると今度はですね、実施したことを書くと。で前2行は前言ったね、前2行はこれはもう前文だ、4日間の工程を短縮するために次の対策を実施したと、ね、実施したとか実施したとこう書いてあるな、2行書く。で具体的にまあダーッとこういうふうに書く文章の人は一遍で書いてもいいけど、こういうところに一つでこれ1番とかね、これ2番とかつけて書きやすい人はね、2つぐらいに区分けして書いてもいい。一文で力のある人はバーッといっぺんに書いてもいいし、そうでなかったら2つに分けてこう1、2と分ける気持ちで書くと割合行数として、これ全部でね15行で2行ないから53行しかないでしょ。だから7行8行と区分できるんだよ、7行と8行だから2つぐらいに分けて書けば結構楽に、そんなに苦しまなくても書けるというふうな考え方っていう、まあ、いきましょう。そうすると工程を短縮するために必要なことを考えていく、2つぐらい考える。1つはですね、発注者と協議して、まあ、往復4車線あるうちの昼間、ね、は1車線だけ規制、交通が多いから、で夜間はまあ2車線規制として、まあ、警察署長の許可を受けたということで、結局工事変えるんだよ、工期を。そしたら申請してるわけでしょ、道路は。だからそれを実際に工事する時間を変えたり車線変えたりして実際に工事できる申請するとですね、これやっぱり協議して、そして、まあ、許可はないといけませんから、まあ、こういうふうな、道路管理者だとか、それから所轄警察署長の、まあ、許可を得るという、まあ、そういうことを一つは、だから工程を短縮するの時には必ず生じてくると、こういうことだな。発注者だけでは決められないということですね。発注者とそれからその許可者に、許可を受けなきゃいけないということで、まあ、一つはだから短縮するためにこういうことを行いました。で二つ目は、ね、あとはこっち側の技術的なことだ、ね、これは手続き上の技術的なことだ。こっち側は実際にどういうことをしたか、どうやって短縮したかということだな。でこれ施工の能率を向上させるために規制区間を60メートルで、夜間工事は2車線を同時、ここね、これだよ、2車線を同時に2台の切削機を持ち併用して基礎表層の施工では2車線を同時施工する、これ同時に施工する、ここが1車線ずつやる予定が2車線に規制を抑えて2車線でできるようにした、同時施工はできるようにした。でホットジョイント、同時施工するのはホットジョイントだな、先行して後方を越えて継ぎ目はなくしてしまう、そういうホットジョイントの前処理として、このバス停とかね、マンホールだとか交差点、これ人力でやる部分は、まあ、あらかじめ2班体制として先に工事やってる、で夜間作業でいっぺんにドッと工事をするように、この合わせて、まあ、かさ上げの処置もこれもやりましたよと、まあ、こういう要するに、ことを事前にやっておきましたよと。そのことによって工事いっぺんに進みますよということで、一つは同時にやるということをちゃんと書く。だからどうやって短縮しましたかと、施工能率を上げるために2車線同時に2台でやりました。
それから、同時に昼間と夜とありますから、昼間はですね全部作業できませんから、だから昼間ではバス停とかマンホールとかそういう人力によってやらなきゃいけないところを全部やって、夜になったらドーッとあの機械でやりましたよということで日程を短縮したという考え。でどうしたのって結果だな、結果を書く。で改修後の工程を4日間短縮するために、工程を昼間と夜間区分して、区分したな、さっき言ったな、区分して交通量の多い昼間はその延長区間を短くして、夜間には2車線60メートルとすることで1日の進捗をね15メートルだけ延伸して、で所定の工程を確保しましたということで、この数値がいるんだ、 ここの結果だから1日どんだけ増えたのということで、1日15メートルずつ余計進んで結局4日間短縮できましたよと、まあこういうようなストーリーになってるわけな。結果はだから具体的な数値を持ってある程度この4日間短縮するのは短縮したか、1日だから15メートル前進させたということで、数値がいるということな、数値で示して、できるだけ品質だったら締め固め度の90、さっきやったな 93% 出てこなくちゃいけない、工程だったら 1日あたりの進捗はどんだけ増えたんだということをやらないといけないね、あるいはこれに4日間の短縮したというような、こういう数値が出てこないとここはダメですよと。ここは考え方でいいんだ。前のところのその実施したその事柄についてはね。で結果として何だったんだ。結果として工程を短縮。結果として品質を確保した。その証拠は何かっていうと、示さなきゃ 93% で品質を。ね。1日15メートル余計増し増すことによって短縮した。こういうことを結果をちゃんと数値で示すということが非常に大事なことになる。ということで、工程と品質はいいですか、品質はきちっと数値、出来型できた時は厚さとか幅とか基準高といった数値で、で品質の場合は締め固め度でやんなさいと、で工程の場合は1日どんだけ余計進んだんだということだな、それが大事なことです。で結局何日短縮したということになるから、まあ、そういうことでどういう処置をしたかという、こっちはこっちは処置、こっち側の方は具体的にどうなったんだという結果を示すということが、で結果は数値を示さなきゃこれは合格しません。そういうところがポイントですね。それではね、最後に安全管理見ていこうか、ね、安全管理の記述で、ここではですね、まあ、工事面について見ていくと、まあ、第一航空地先から山岡線の改修工事であると、ほとんど改修工事なんですけども、改修工事であると、航空ね。そしてまあ発注者、これは分かるんですね、県の岡山県の土木課で、期間は大体50日のこういう予定度ということで、夏ですね。それからこれは主な工事は路床 その内替え工ということで、これを掘削してのけて、そして新しい、土を入れるか何かをして、打ち替えていくと、ね、そして打ち替え面積はだからこっち側は630平方メートルと単位をつけて、数値をつけて、面積の場合は体積の場合は、立方メートルね、まあ、そういうちゃんと、それから現場代理、現場監督でもいいし工事主任でもいいし、そういう立場上の管理する時の立場、施工管理の立場を書いてもらえばいいと。こういうことですね。ではこれでですね、具体的にこの内替え、路床内替え工事で今は安全管理について見ること。安全管理の場合はね、まあ、基本的にはまあなんていうの、別にどの工事にも当てはまるとおかしいんだけど、そういう問題が非常に多いと。こういうことですね。だからどのとこの工事だからって、工事に直接こう結ばってるというよりか、安全管理基本的な全体的な枠組みで捉えることが多いということです。だからどの例にも当てはまるという、逆に言うとね、ということでちょっと読んでみましょう。でまず最初はですね、工事 の概要がまず来ますね。どんなことかと、工事の本工事がね、県道126号線の、まあ、柴崎地区の路床630平方メートル打ち替えるものである。これも前のところ述べましたからね、打ち替えるものである。で現況の路床は地下水位が高く、雨季にはさらに上昇することが考えられ、路床の軟化が予想されたと。また道路幅が 6.6 メートルの2車線道路で、両側に住宅が密集する地域であることから、この発注者からね、発注者から工事に伴う公衆災害の防止、第三者の防止だな、を防止するよう強く要請されたということだ。だからこの大きな課題としては何かというと、ね、非常に狭い地区で、それを改良するときに住宅が密集していると。だから発注者は公衆災害、第三者災害を防止してよというような要請があったと。だからこれは当然課題になるわけだな。でこのためね、路床打ち替え工事に伴う公衆災害防止の施工法について特に留意したと。こうやればいいわけだ。いいでしょ。これは課題なわけだ。だから
こういうだからこういう課題が向こうが与えられましたよとやればこれは課題にせざるを得ないんだな業者ですからね、防止を遂行することを特に留意した。じゃあ具体的に、災害どんなことをやったかという実施したことと結果として何を置いたのどうやってやったのっていうことを書く。続いて2つになるとこういうやり方。はい、それでは見ていきましょう。前日の課題だな、公衆災害防止するという課題だ。路床工作をするときに公衆災害防止するという課題、現場で何を実施したかということな、実施したことを書けばいい。でこれもね、言ったね、2つぐらい分けた方がいいよと。1つはね、道路内外工事の現場の環境保全のために次の処置。これはもうほら前文じゃない、これ環境保全するって現場保全だって公衆災害防止してくれてね、役所の人が言ってんだから、それ守んなきゃいけない。で守るためには要するにこういう処置をしまう、その通り書けばいいんだよ。内外工事におけるね、現場環境保全のための次の処置をした。これは2行だからもう皆さんの行じゃないの、これこういうことを書くわけだ。残りはだから13行を2つに見えたな、8行7行ぐらい分ければいい。だからここの1つの項目をこうやって上げて、路床工の公衆災害の防止対策はこんな処置をしましたとね。でもう1つは交通災害の防止の処置、2つに分けてあげたな。ではちょっとこっち側に行こうか。じゃあ2つ分けて、路床の工事の公衆災害防止の処置はどうしたかというと、路床は地下水が高いため路床下部に、縦横断方向に地下排水溝を設けて、要するに水が水位が高いからね、地下水を低下させた。また路床上に 5% のセメントを混合するとき防塵、要するに安定処理すると地下水が高いからセメント安定処理するじゃないですか。その時にセメントはこのバーッと巻きますから、この防塵のため、これは公衆災害だから、公衆災害だ、防塵とはここ、セメントのほこりが立たないようにと、こういうわけだね。セメント の散布箇所の高さ4メートルのシートを養生、シートを張って巻く前に横にシートを張ってセメントの粉が飛んでいかないようにしましたよと、シートを、ね、養生してこの飛散を防止したと、ね、でまた掘削時のバックホーね、あるいは締め固めの時のタイヤローラー、まあ、こういうと低騒音の機械を選んだ、ね、要するに国土交通省ではですね、機械を指定してこの機械は低騒音ですよというのは、そういうような指定された低騒音の機械を用いた、まあ、このことによって要するに防塵を防ぎ低騒音の機械を用いることによって公衆災害を防止しました。一つ、二つ目はね、交通関係のことを喋ればいいな。だからここでは騒音とか振動だとかね、それから水が出てきたり、水を排水する時の水を越してから排水するとか、そういうことがこの水とか空気、それから大気汚染だな、これは大気汚染とか水質とか土壌の汚染とかね、まあ、そういうような時はそういう公害関係のことをここに防止するような工事をさっと書けばいい。一つは、それからもう一つは交通災害の防止 の処置ということで、施工区間を20メートル1工区として施工区間を限定し、一般車両の渋滞を軽減し、ね、これ交通渋滞だと要するに現場付近で交通渋滞が起こると住民が困るわけですね。だから交通渋滞するためにはこの工区を短くすることによって交通渋滞減少できますから、軽減し、で工事区間の家側には高間で1メートル、ね、手すり75センチ、もうこれは75、今85で基準変わりましたね。これは手すりの高さは85になりました。これ85ですね。手すりの高さは85センチです。の仮設通路を設置して常時点検し歩行者を誘導した。まあ、ということで工事区間を20メートルにし非常に短くして、そして、まあ、横に仮設の通路をこしらえて手すりを作って誘導したしましたよと。まあ、こういうことが交通災害の防止にしましたよということで、やったことをここに書くべきだな。だからこういう交換で手すりこれを設けて常時点検したと、まあ、こうやればいいと。これはだから、まあ、どういうことを実施しましたよと。で結果どうなったのと、こういうことだな、結果どうなった。で路床内外工事に用いる建設機械はいずれも低騒音低振動の機械を用い、でセメント安定処理飛散を防止し、同時に施工区間の 短くして仮設通路を設置して点検。ここではね、結果どういうことかって管理者、管理の試験だから仮設を置いたら必ず点検し、これがないとここバスなんだよ。これが非常に重要なキーワード、ここはキーワードです。仮設安全の管理の場合も必ず、ま、黙っててなんか安全が守られるわけない。必ずなんかロープを張るとか手すりをつけるとかね、養生をするとかなんかしないと安全守れないんだよ。だから
そういうの何かしたら必ず点検しないと、点検が管理することだから。これはなかったら設置しただけだと何もその管理じゃないんだよ。点検して初めて管理になる。だからこれがないやつは安全管理ないのは通らないと、こういうことになるな。ここでおかしいな、ちゃんと書いたのにっていうふうに言うたら、実際だからよく言うんだけど点検がないと、これは点数くれないってことは、ここはもう0点になってるわけですね。ということで書かなきゃいけない言葉っていうのは必ずここで安全が出てきたら点検書いて注意してください、キーワードだからね。で歩行者の安全を確保することができましたというようなことで、まあ、第三のアンチャーを勧告しました。こんな感じでですね、書いていただくということで、結構これ文章長いんですけども、事前に準備できますからね、まあ、ここにあるような文章、これ転写しちゃダメですよ。写したら不合格に なってますので、必ず自分の文章で自分 の現場のことをですね、真似しながらこう書いていただければ書けるんじゃないか。なかなかこれ難しい試験ですね。一つ頑張って今年合格していただければ大変嬉しいです。じゃあこれで説明を終わることにいたしましょう。